おはようございます。私は、成長の家本部工事法の松尾健作です。第3回目の本日は、谷口淳子、成長の家、城跡会総裁の著書、この星で生きるをテキストに、小さな選択が幸せな未来をつくるというテーマでお話しいたします。さて、リスナーの皆さんは、幸せな未来は、どのようにすれば実現できると思いますか 世の中には経済的に成功して物質的に恵まれた状態になることが幸せな未来だと考える人がいるかもしれません。それではそのような個人レベルではなく社会全体さらには地球全体のレベルで考えた際の幸せな未来はどのような未来だと考えますかまたそれはどのようにすれば実現できると思いますか今回の放送では幸せな未来は 一人一人の日々の小さな選択によって実現できることについて、成長の家の教えと取り組みを通してお話しいたします。ここでテーマにある幸せな未来について考えるために、本日のテキストではありませんが、谷口淳子成長の家白幡会総裁の著書、平和のレシピの112ページから113ページを一部省略しながら引用します。 今回の大震災は物質的豊かさを第一にしてきたこれまでのやり方を見直す大きなきっかけを日本人に与えてくれたと私は思う。向かう方向は化石燃料に頼らず原子力にも頼らない文明を築き上げることである。地球温暖化を止め生物多様性を回復するためには人類全体が新しい文明の方向に踏み出さなくてはならない。 この震災から学び、未来に向かって確かな一歩を進めたい。それは自然の豊かな恵みに感謝し、自然のエネルギーを使い、参加を豊かに育み、人々が孤立することなく助け合う世界である。引用を終わります。引用文の今回の大震災は、2011年3月11日に発生した東日本大震災のことです。 また、新しい文明は、成長の家が目指している、自然と人間が調和した文明のことで、エネルギー利用の観点から言えば、化石燃料に頼らず、原子力にも頼らない文明のことです。成長の家は、この新しい文明を築き上げることで、地球温暖化を防ぎ、生物多様性を回復することができると考えます。ですから、今週の放送のテーマにある、幸せな未来。 という言葉にはそのような新しい文明が構築され人々が自然の豊かな恵みに感謝し自然エネルギーを使いサンガを豊かに育み人々が孤立することなく助け合うような未来という意味を込めています次に自然と人間のこれまでの関係を象徴する一つのニュースを紹介しますこのニュースは今年4月11日の「 朝日新聞デジタルに掲載されていた記事で、ミツバチなどの昆虫が減少しているという内容でした。一部を引用します。蜂のように体に花粉をつけて運ぶ動物は、ポリネーター、送粉者と呼ばれ、農作物など多くの植物の受粉に欠かせないからだ。だが近年、こうした昆虫は各地で数を減らしている。 海外の研究者が各国の調査73件を分析し、科学誌バイオロジカル・コンサーベーションに今年1月発表した論文によると、ミツバチや蝶を含む世界の昆虫の40%が急激に減少しており、今後数十年で絶滅する恐れもあるという、開発や農薬、外来種、温暖化などが原因だ。 引用終わりますこのように経済発展を目指した開発や地球温暖化農薬の散布外来種の導入などの人間の活動が主な要因となって世界の昆虫を減少させているのです蜂などのポリネーターと呼ばれる昆虫が農作物などの多くの植物の受粉を助けることで私たちは 野菜などの食物をいただくことができますですからミツバチが少なくなることはポリネーターとなる昆虫が減ることを意味しますので植物の受粉が行われずその結果食料が取れなくなるリスクが生まれますこのように自然界の生物多様性を守ることは私たちが十分な食料を確保できるかどうかにも関係していますので ひいては人間の生存にも大きな影響を及ぼすということです。最初の引用文にこれまで人間は物質的豊かさを第一にしてきたとありましたが、それでは今後私たち人類は何を豊かさの源にすればいいのでしょうか。そのことに関連して本日のテキストの155ページから157ページを引用します。今の豊かさが 人間の発達させた科学技術のおかげだと考えると、自然の恩恵に思いが至らない。しかし、科学技術は人間が使う道具ではあっても、豊かさの原因ではない。豊かさの源泉は自然の大いなる恵みであり、私たちは自然のおかげで本当は生かされているのである。例えば、太陽の光、熱、雨、風などは、 私たちの生活に欠かせない。太陽の光や熱がなければ、植物は育たず、人間はすぐに飢えてしまう。けれども、どれだけの現代人が太陽に向かって感謝の思いを表現しているだろうか。そんなことをしたのは古代人だと言って笑うかもしれないが、私は恩恵を受けながら、当たり前だと思う心が問題だと思う。この感謝を忘れた傲慢さが、 現代の地球温暖化の根っこにはある。私たちを取り巻く環境は人間の心と密接な関係にあることを知る必要がある。人間の心が環境に反映するのである。このことを知ってから私は自分の生活を顧みるようになった。だから何かを買おうと思うとき、欲しいと思うとき、本当に必要か、買って無駄にならないかを ちょっと立ち止まって考えるようにしている。そして普段から人間はそのままで大自然の恩恵に十分良くしていることを思い、感謝する生活を心がけている。豊かに物があることが人間の幸せではなく、豊かさを見出せる心が幸せな人生を作るのである。そして結局その心が温暖化を防ぎ、大勢の命を守ることになる。 引用をあります引用文には「私たちを取り巻く環境は人間の心と密接な関係にある」「人間の心が環境に反映するとありますがこれは周囲の世界は私たちの心の繁栄である」という意味で多くの人間の考え方や生き方の集大成が自然などの周囲の環境の状態となって現れるということです。 この引用部には豊かさの原因や幸せの源泉として二つのことが挙げられています。一つ目が物質的な豊かさは本当の幸せにはつながらず、自然の恩恵に感謝できるような心が幸せな人生を作るということ。二つ目が豊かさの源泉は自然の大いなる恵みにあるということです。その理由は、 私たちは自然のおかげで本当は生かされているからだということです。さて成長の家では自然と共生した新しい文明の実現を目指して信仰に基づく倫理的な生活者として生活の場においてノーミート低炭素の食生活小資源低炭素の生活法自然重視低炭素の表現活動 の三つの実践項目を掲げ、これらの中から自分にできることに取り組むことを進めています。これらの三つの実践項目について簡単に紹介します。一つ目のノーミート低炭素の食生活とは、ノーミートの食事を積極的に取り入れること。食材を選ぶ際は、できるだけ地産地消、つまり地元で生産された、 食べ物を消費すること。春産春消。つまり、旬の食べ物を生産し、消費することを心がけること。野菜や穀物の栽培に挑戦することです。二つ目の、小資源、低炭素の生活法とは、環境負荷の低い交通手段として、日常的に自転車を利用し、自然の恵みの一つである肉体の健康増進と、 二酸化炭素の排出削減を図ること。移動の際は公共交通機関やエコカーの利用を心がけることです。三つ目の自然重視、低炭素の表現活動とは自然との一体感を表現する活動として自然素材を用いた手工芸品、クラフトを製作することです。それではどうして ノーミート低炭素の食生活の実践として野菜や穀物の栽培に挑戦することが新しい文明の実現や幸せな未来につながるのでしょうかここで本日のテキストの222ページから223ページを引用します。人は物を食べて生きる存在だ。安定的に食料を確保できることが日常の平安をもたらし、 豊かな文化を生み、平和な世界の実現につながる。自分の家庭だけ、自分の国だけの平安というものは本来ない。自ら作物を育てることで、まっすぐなキュウリや虫が食べた後のない青菜の不自然さを知る。自然の大いなる恵みに生かされていることも実感する。そして小さな種から色や形の様々な野菜が、 育つ過程を経験すると命の不思議さに謙虚な気持ちになるのだ引用終わります野菜や穀物を自ら育てることは安定的に食料を確保できることにつながるだけではなく自然の大いなる恵みに生かされていることを実感したり命の不思議さに謙虚な気持ちになることにもつながるのですここで5年前にスタートした 私の家庭菜園の取り組みを紹介いたします。それまでの私は家庭菜園に取り組んだ経験はなく、野菜はほとんどスーパーマーケットなどで買っていました。そのような初心者の私が1年目に収穫できたのは、きゅうり2本とトマト2個だけでしたので、自分で野菜を育てることの難しさを感じました。あまり収穫できなかった原因として、 土が粘土質で野菜が育ちにくかったことが分かりましたので、2年目は土を良くしていくことを考えました。その際、化学肥料は入れず、腐葉土や雑草などを混ぜ込み土壌改良を行いました。他にも米ぬかを使用したぼかし火を入れてみたり、野菜の育て方を調べたりしました。特に芽かきをするといいことも初めて知りました。 芽かきとは植物の脇芽を摘み取ることを言います。その目的は栄養の分散を防ぎ混み合っている枝を除いて風通しを良くし病気になりやすい環境を作らないことです。そのような様々な工夫を積み重ねたこともあって年を重ねるごとに野菜の収穫量も増えていきました。しかしながら今年は日照不足から収穫量が減りナスの太さも いつもの半分ほどでした。このように昨年までと同じやり方で育てたとしても、その年の天候具合などの自然環境が直接野菜などの収穫には影響することが分かりました。そのような菜園の取り組みをしてみてよかったことが3つあります。一つ目が自分にとってプラスだったことです。土に触れる時間を持つことができ、気持ちが癒されました。 また自分で育てた野菜は無農薬、無化学肥料によるものですので、とても安心感があり、美味しいものでした。手間暇をかけ、育てる苦労を味わうことで、自然の恵みをいただけることへの感謝の気持ちが芽生えました。二つ目が家族にとってプラスだったことです。私は妻と娘の三人家族ですが、再現に取り組む時間が 家族のコミュニケーションを深めました。そして何よりも家族で野菜を収穫する瞬間はとてもうれしいものでした。また子どもは菜園を通して野菜に親しんだこともあり野菜を好んで食べられるようになりました。三つ目が家庭菜園を通して自然界からさまざまな気づきをいただいたことです。まず自然に触れることで、 自分自身の心の状態に気づきやすくなりましたので例えば今自分は自己中心的に生きていないかとか視野が狭くなっていないかなどと自分自身の生き方や考え方を見直すきっかけとなりましたまた自然界を観察していると多様性に満ちて絶妙なバランスで調和している世界であることに気がつきましたそして、私自身も、 自然の一部であり、大いなる力に生かされている存在だと気づかされました。そのような素晴らしい自然界も、経済的豊かさを追求する人間の活動によって、地球温暖化が進展したり、生物多様性が失われたりと、破壊が進んでいます。さて、家庭菜園を通して意識が変化した私は、自分にもできることがもっとしたいと思い、普段の買い物の際には、 国産や地元産のものを優先的に選択するようにしています。国産や地元産のものは、郵送にかかるエネルギーが少ないため、二酸化炭素の排出量が少ないなど、地球環境に与える負荷が低いからです。このように、家庭菜園や買い物の際などの小さな選択を通して、自然界の豊かさに感謝する生活を積み重ねていくことが、 本日のテーマにある幸せな未来につながっていくことが実感できるようになりました。皆さんもできることから家庭再現などの小さな取り組みを始めてみてはいかがでしょうかそれでは時間がまいりましたので本日の私の話を終わらせていただきます。